最も危険なサメ。汚れサメ。汚れ。なお背びれ出して泳がず水中からいきなり引きずり込む模様。日本にもいる？いるみたい。遭遇率は低いらしいんだけどね。水深深いとこしか基本いないからレアモンスだってさ。通常ならイタチザメの方が漁師は怖がってるみたいだね。画像見てゾーッとした、シャークだけに。メジロザメ。淡水にも余裕で現れるとかいうハイブリッドサメ、河口から 26km 地点の川で襲われたとかいう事例があるらしい。どうせ食われるなら自分から攻撃して暴れ尽くして肉体を捧げる。エラも敏感らしいから食われながら引きちぎってやれよ。エラを攻撃したら助かるんかな？基本は一番敏感な鼻先を蹴ったり殴ったりしてあげて、第二弱点がエラとからしいよ。海面でバタバタしてるとアザラシと間違えて食わえるらしい。水中じゃ人は無力よな。サメちゃんかわよ。なんだこれ。こちょこちょサメという新ジャンルだわ。サメが犬みたいに懐くんだったら顔は可愛い気がする。寝とふりでやってるんだよな。こんなの陸に上がってきたら怖えよ。サメ映画って海に近づかない。これで終了じゃね。台風に乗って飛んでくるやつは知らん。宇宙にまで進出してくるぞ。市長が町を挙げて海辺でセレモニーするぞ。便器から出てくるぞ。好きなの選べ。あー逃れられない。人類に逃げ場なし。教えて、サメ映画博士。食料問題解決やん。タイムスリップは草。クモ、Y が流行らない理由は？キモいから。車に設置したサメのフィグア、急に足組むのマジで草。深夜テンションでダメだ、つぼった。撮影者戦慄してて草。レベルの高いタップダンスか？サメ好きにはたまらないバスボムがこちら。泡と一緒に鮮やかな赤色が広がっていく様子は思っていた以上の B 級パニック具合で、まさに今サメに襲われているかのような感覚に。しかも最後に本物の白ワニの歯が出てくる。最高オブ最高。ええなこれ。調べたら返礼品だから普通には売ってないみたいやな。サメの刺身とかムニエルも美味しいんだよな。じゃヒレはもらっていくわ。ワニと言え。アンガールズ田中に聞け。ココリコ田中じゃなくて。アンガ田中がサメの刺身が好きだとかいうのを昔テレビでやってた。アンモニア臭いと聞いたことがあるんだが。釣りたては臭くない。釣り上げたら、内臓さばいて捨てちゃって、クーラーで持って帰れば家で刺身で食える。尾っぽの方とかシコシコしていてうまい。翌日は唐揚げにしちゃえばいい。サメは柔らかくてうまい。サメさん、シャチに遭遇しただけで1年間も逃げ回る。賢い。サメカス二度と生きれないねー。島を去ったホホジロザメはゾウアザラシのもう一つのコロニーかっこ生息地に向かうか、さらに沖合に向かうという。怒りの撤退草。達人は危機に出会わないものやからな。進化線とサメが生き残れた理由やろ。ほんとこれ。負け戦に立ち向かうのがかっこいいみたいなしょうもない根性論やめえや。サメって進化してないんか。恐竜いた頃からほぼ今の形やで。ヒトカス、サメ怖い。殺せえ？サメ、グエー。ヒトカス、エッサメよりシャチの方が強い？シャチ骨格やばすぎ、サメロロロロ。サメ、最初からシャチに勝てるわけないねやって。ヒトカス、何が最強だよサメカス雑魚わら。シャチさんにビクビクわら、ヒトカスこの仕打ちひどない？大体上手のせい。喋った。上手だね。ひょろがり。一人で何喋ってるの？霊障レスしても誰も乗ってきてくれないぼっちすこ。上手のサメもシャチに余裕で殺される事実。スロースタートで出てきたサメさんの着ぐるみパジャマ欲しい。数々の死闘を切り抜けてきた。ホホジロザメの体に刻まれた無数の戦いの傷跡。かっけえ。シャチと死闘を繰り広げたんやろか。シャチに木と怠慢で勝てるわけない。多分船のスクリューとかやで。なんだよヒトカスのせいかよ。
サメに追われ、パニックになって、水面を跳ね回る小魚。入れ食いやん。食べ放題やで。さあ、共演の始まりだ。潮の満ち引きも計算して追い込み漁するらしいで。はい、ワイより賢い。波の中を泳ぐサメさん。お分かりいただけただろうか。サメかこれ？この海にはサメもイルカもいるからどっちかわからんって言ってる。いや、魚に見える。食べられちゃう魚。思ってたんと違う。ぶっさ。丸飲みやんけ。間一髪。調子乗んな。生き物舐めてるとこうなるよね。本気じゃないから助かっただけ。なでなでを要求する甘えん坊。ふにょふにょで気持ちよさそう。かわよ。これはかわいい。弾け飛ぶサメさん。これもうコメディ映画やん。軽々持ち上げるおっさんもすごい。肉片も残さず弾けるとかどんな威力だよ。サメに襲われる女性。どこがサメ？ワンちゃんの背中見てみ。ほんまや。背びれついとる。ワイはシックスヘッドジョーズが好きやで。CG が雑。この雑さがたまらん。怖いの苦手やけど雑すぎて作り物感が強いからあんま怖くない。ぬるぬる動くで。メガロドンとかいう巨大ザメ。海ってやべえ。恐竜すら丸飲みとかいうロマンあふれる響き。温泉ザメとかいうロマン。こんなん怖くて夜しか眠れませんわ。冷え。しっかり寝れてるやんけ。ウバザメさん温厚なのに怖すぎるわ。頭がセンサーみたいになっとるにゃっけ。ウバザメの画像見てたら心臓バクバクしてくる。なんで？口がでかいやつだっけ。ウバが怖いのは造形的に不自然という会話感があるからじゃない？口がもはや口じゃないみたいな。拡散波動砲撃ちそう。フジクジラ、怖い。写真に悪意を感じる。お目目大きくて可愛いやんけ。釣り上げられたどの種に属するか判定できない深海ザメ怖すぎー。完全にエイリアンじゃん。メガマウスだと思ったらメガマウスだった。深海泳いでるときこれと会ったらちびるな。ぶっさ。ギャー。ブサイク。深海だと目見えないのに目がついてる。弾丸サメみたいに奇形かなんかじゃね。これお風呂にいたら泣くんだけど。ハウスシャークじゃん。あれはトイレ。かわいい。作り物に見える。口の中から手とか伸びてきそう。コブダイの突然変異みたいな。魔界すぎる。かわいい。ゴーストタイプっぽい。こないだ頭二つあるサメも発見されてなかった？これだな。2倍の攻撃力。やだかっこいい。神話に出てきそう。上手に分かれたな。まるで映画だな。これな。最初にこれが思い浮かぶわな。ジンベエザメさよなら。大きくなって水槽で飼えず、海へ放流。ひってえ。ジンベエザメ、おいおい今さら海に放流されても困るよ。餌どうやって取ったらいいんだよ。プランクトンとオキアミだから平気平気。2015年まで普通に生活してた個体だから大丈夫。てかジンベエザメ用の水槽用意するような水族館でもないからな。金があるならサンシャインあたりに輸送できるんだろうけど。餌の取り方忘れた。ほんこれ。餌取れなくて死ぬよ。魚も食べるみたい。ジンベエザメより鳥のがビビるわ。こんな潜るんかい。飛び込んでいるのはカツオドリという鳥だな。飛び込んで潜水して魚を捕らえるので有名だ。狩りの能力は高いんだが、空中で戦う能力が低いので軍艦鳥という鳥にしばしば獲物を奪われる。まあ軍艦鳥の飛翔能力が高すぎるのだが。睡眠は意味なかったにゃ。ジンベエザメの由来はジンベエの模様に似ていることから。しゃぶりつく程度には好きみたいやな。めっちゃ食ってるやん。結構迷惑そうやな。
ちなプランクトンの食べ方。排水口やん。お風呂のお湯抜くときこんな感じやな。優雅とか平和とか言われてるけど怖えよ。コバンザメがジンベエザメに嫌われて別居。水槽のアクリル板につくコバンザメ。宿主募集中。嫌いとかあるんだ。一体何やったんだろ。キモすぎるこっち向けんな。スズキ目コバンザメア目コバンザメ科に属する海水よ。名前にサメがついているため、サメの仲間だと誤解されがちだが、スズキ目という分類からわかるように、サメの仲間ではない。コバンザメといえども水槽にヤバい敵がいなけりゃ気がでかくなって自立考えたりはするだろ。もうここでいや的な適当さだな。餌に不自由せず安全だとこうなってしまうのだな。自然界では見られない、ってあーた何でも知ってる神様かいな。魚類でも共生が崩壊してんな。マグロ養殖場に行くと何もしなくてもご飯が流れてくることを覚えて海底で寝転んでるコバンザメ。声すぎてて草。こんなまん丸になるのか。こいつら野生を捨ててやがる。やっぱ生活がその生物に出るんやな。ぐうたらコバンザメ。かわいい。コバンザメってこんなにかわいいのか。困惑。ピザ食べてる時の俺やん。ええー、なぁ。それに比べ俺は汗水流す日々よ。早くコバンザメになりたい。コバンザメを入手したから部屋の至るところに貼って遊んでみた。美味しくいただきました。コバンザメって水からあげてもくっつくのか。ギザギザがキモい。意外とうまそう。なんジェイミンさん、川でサメを見つけてしまう。マジでビビった。これほんまにサメ？プレコやん。川よ。石投げたら逃げてったわ。くさ。これがなんジェイミンなんか。外国はゴルフコースの池にもおるしな。淡水のサメもおるからな。汽水域にオオメジロザメってサメはおるらしいわ。ほぼ海水の色みたいに感じる。オオメジロザメらしいで沖縄の汽水域に生息しとるらしい。